どうも CRS 小倉です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとウッポ小牧風にちょっと真似したんですけど、やっぱりちょっとダメでしたね。今回は今回、はい、展示車限定のコンプリート、はい、入稿したんでちょっと紹介していきます。はい、そして詳細を教えてください。はい、こちらが、レジアスエース。レジアス、レジアスエースです。もう配信になってもうプレミアみたいな感じですね。へえー、はい、珍しいの入ってきましたね。もうプレミア車です。はいはい、はい、レジアスエースのダークプライム2、はい、肉のディーゼル 2800cc ですね。はいはい、です。まあ外観は至ってフロントはノーマルですね。そうですね、ノーマルですね。はい、で自動ブレーキもついてますんで、はいはいですね。で横が、横がこれも車高ちょっと上がって見えるんですけど、はい、ノーマル、あ、ノーマル車高なんですね。ノーマル車高です。はい、でホイールが ES のブラックブラッシュと、はいはい、16インチになってます。16インチで、タイヤこれあれですね。はい、ブロックタイヤなんでオールテレンですね。はい、今流行りのね。今流行りの、はい、なんか4区間が出ますね、これでも肉でもね。出ますね、めちゃめちゃ、うん、はい、まあ、今ちょっとね、後ろタイヤ積んでるので若干ちょっとケツ下がりかもしれないですけど、はいはい、はい、まあ全然もうノーマル車高で十分じゃないかなっていう。いいっすね。はい、だからこれフロントリップもつけてないから ね、擦らないし、擦らないし、もう全然気にしなくていいですね。ね、気使わず運転できますね。はい、そうですね。やっぱりちょっと上げちゃうとね、どうしても一眼場になってしまうので、はいはい、結構ノーマルでもうこういうオフロードな感じでカスタムされる方が多いですね。そうですね。でリア、リアもシンプルでノーマルですね。ノーマルですね。でエンブレムだけやっぱりレジアスエースなんで、はい、ここだけレジアスエースな、ハイエースじゃないってやつですね。まあなので正直全然エンブレム結構お客様も撮りたいっていう方も多いんで、撮ってもらっても正直変わらないです。まあ、ハイエース、レジアスあんまり分かんないですかね。分かんないです。ここがトヨタで一緒なんで。そうですよね。はい、変わらないですね。ほんなら中行きましょうか。中行きましょうか。でベッド、これ今新作のフラットベッドですね。おーおー、 CRS のそれついてるんですね。これついてます。やっぱりいいですね、うん、ガンがないんでめちゃめちゃいいです。価格も1万プラスでできるんで、はいはい、はい、へえ、そうですね。でこれ純正タイヤ、純正タイヤです。至って本当にシンプルな感じで、そうです ね、シンプルです。はい、ちょっと横行きましょうか。横行きましょうかね。はい、自動ドアが標準でね。はい、これフルオプションです、このレジアスエースは。はいはい、でノーマルのダークプライム2のシートですね。シートカバーも何もつけずでね、つけずにですね。はい、で前が、で前が、こちらですね。これナビが、ナビがカロツェリア、カロツェリア、はい、エービック、RZ810 つけてます。はい、はい、でこれバックカメラ ETC は、あ、もう全部ついてる、あ、ついてる感じですね、はい、なってます。でこれ結構ね音質綺麗ですよ。この前ちょっとうちのスネ音セッティングしてたんですけど、はい、かなりいい音出ます。あ、こちらナビが、はい、なのでおすすめですね。そうなんですね。そうです、まあ、本当に乗り出しがね、ちゃんとものがついてる状態の車ですね。はい、ですね。でもシンプルな感じも逆にいいですね。全然いいっす、うん、シンプルでもう十分っすね。ね、はい、最低限ついてたらね、うん、そうです、そうです。でね、お子さんとかいられる方だとフリップダウン全然追加でつけてもらってもいけますんで、うん、はい、全然それでもバッチリかなっていう感じですね。そうですね。はい、ほんなら最後にちょっと価格の方、はい、ね、価格いきますね。こちらディーゼル肉なんですけど特別価格でやってます。はい、何ぼでしょう。
369万円です。えらい安いですね。えらい安いです。めちゃめちゃ安いです。一台限りですもんね。一台限りです。へえ、はい、めちゃめちゃお安くなってます。もう早めのお問い合わせいただけたら ね、早めの、まあ、あとレジアスなんでプレミアつくんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひご検討よろしくお願いします。わかりました。ありがとうございます。